緑色のペグシル黒色のペグシルペグシルは日本のゴルフ用品メーカー岡谷株式会社が製造しているゴルフのスコアやアンケートなど記入の際に用いられるプラスチック製の携帯用鉛筆の商品名であるポケットやノートなどに挟めるように本体上部をクリップに成形した特徴を有するこの種の鉛筆を最初に製造したのは岡谷であるが岡谷以外のメーカーからも 類似の商品は製造、発売されており、一般名としては、クリップペンシルが知られている。この他、ゴルフ鉛筆、スコア鉛筆、簡易鉛筆、アンケート鉛筆、プラスチック鉛筆、使い捨て鉛筆などの故障が用いられている。発売は1975年。それまでゴルファーは、スコアをつけるのに4から5センチメートルの短い鉛筆を使っていたが、傾向、仕様には、 不便が多かったという。牛乳栓抜きの霊発案は1974年のことであったという。岡谷の創業者となるいじりやすひろがゴルフ場売店で牛乳瓶街を外す際に用いる栓抜きを見て、この針を鉛筆の芯に変えたら便利で使えるのではないかと発想して商品化を起案している。当初はクリップではなく芝生についたら急跡を修復する。 グリーンフォークと鉛筆を一体化したものとして、開発したことからペグペンシルの造語で、ペグシルと命名されるも、芝に刺すと折れてしまい、ペグ用途には適さず、現在のクリップ型へ変更されている。平成12年に、商標権の行政訴訟事件が発生している。ゴルフ場でのスコア記載用に開発された製品であり、販路もゴルフ場から開拓されていった。やがてアンケートや、 公営競技のマークシートへの記入、販売促進用のベルティやホテルの備品として広く使われるようになった。日本国内外で流通しており、類似品、コピー商品も出回っているが、正規品にはペグシル、岡谷と刻印成形されている。工場は兵庫県丹波市の山市にあり、岡谷によれば、月産1000万本、2012年時点での 累計販売数は約35億本。全長 110mm と 96mm の2種類。本体色は黒、赤、緑、黄、青、白の6種類。材質は本体が全、色ともに再生ハイポリスチレンで、新先は HB 黒、使い捨て鉛筆とも称されるが、再生樹脂の使用やリサイクルも取り組まれている。無地のレギュラー品の他に、特色や企業名。 ロゴ、URL などを印刷した内例も対応している。関連商品として、ペン先がキャップ付きボールペンとなっている。ベグシルボールもある。ありがとうございます。